はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。今回はですね、ヨッシーウルワールドをちょっとねやっていきたいなと思います。で、まあなんでこのタイミングでヨッシーなのっていうと、まあ完全にね、あのクラフトワールドをやる前にちょっと操作に慣れときたいみたいなね、まあその辺の諸事情があってねあのウールワールドやっていくんですけど、ちょっと早くねみたいな、気が早くねみたいなところはあるんですけど、早めにちょっとね僕自身やっとかないと、新作が来る前にクリアしきれないんじゃないかみたいなね、その辺の不安があるんで、しばらくね、まあよし、お付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いします。でモードは普通のモードでやってみましょうか。で、使いたいコントローラーのボタンを押してください。 OKOKOK で、結構メニューが細かいんですけど、Wii U なんで、手元のパッドでも情報は見れるんですね。へぇー。で、毛糸玉、毛玉替えとかあるんや。まあまあまあ、この辺はなんか、ちょっと待って。設定があるけど、じっくりいけいけ。ああ、なんかこれ、なんでしたっけ？なんかありましたよね。なんか、ヨッシーアイランドかなんかの時もなんかそんな感じの操作があったような気がするんですけど、まあ A スタイルで行ってみましょうか。ジャンプと食べると、あとはなんか投げるみたいなんができるのかな、おそらく。まあまあまあ、その辺は説明が多分あると思うんでね、やっていきましょう。紙の説明書じゃない分、お、いろいろと教えてくれる。ていうかクラフトアイランド、ちょっと待って、クラフトアイランドっていうと、クラフトワールドとなんかすごい名前が被りそうなんですけど、大丈夫ですか？その辺ちょっとまあ続編を楽しみに待ちながら、こんなところでいきなりあれか、次回作への伏線をぶっ込んできてたんか。で、海に囲まれた小さな島、ほんまに小さいな。なんか一ホールのケーキぐらいのサイズしかないじゃないですか。でね、ヨッシーたちがのんびり気ままに暮らしています。もうすでに毛糸なんですけど大丈夫？生き物じゃなくね。そんなある日のこと、まあこの世界は全部毛糸なんでしょうね、おそらく。で、お、あ、カメック、どうした？相変わらずなんかさらいに来たんか。こんにちは、ヨッシーちゃんたち。いきなりだけど、私の魔法で毛糸になりなさい。え？は？分解された。なんてひでえことする。あ、しかも、ラチやで、みんなまとめて毛糸になっちゃいなさいな。嘘やろ。やばい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 。逃げてヨッシー。は？そんな範囲攻撃できるのずるくね。ちょっと待って、みんな毛糸に変えられたけど、うわ、そんなに連れていく？これだけあれば十分だね。なんでそんなひどいことするのこいつ、ひでえよ。二人だけなんか隠れてたらセーフになったみたいな感じなんですけど、まあさせないっすよねそれは。あ重そう。でもヨッシーの大きさでは止めきれなかったか。頑張れ頑張れヨッシー、キー、しつこいヨッシーたちめ。あー、引っ張り合いになってる。いやー、持っていかれたらダメだって。あー、え、落ちた。あ、頑張ってる。カメックも大変やな。お、あれ、ばらまいてるのかあれは。こぼしていきましたね、お茶目さん。あ、でもみんな落としながらなんですね、やっぱり。なんで、まあ、いくつかちょっと袋からはみ出して落としちゃって。なので、それを拾うとどうなる？ヨッシーたちが相談しています。みんな元に戻るかな？いや、そうなんですよね。だってね、のんびり島で暮らしてたらいきなり目の前で、友人がね、虐殺されるって、それはもう、ショッキングですよ。ただ、そんなになんかドン引きしてるかっていうと、なんか戻るといいねぐらいの感じなんですね。まあ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 、ヨッシーらしいところではあるんですけど、ヨッシーは無事にみんなを元に戻せるのでしょうか。うん、
まあ、仲間を助ける旅ですか。で、まあ、パッとでも一応同じ画面が見れるんですね。で、よしよし歩いて、で、思い出シアターとか。この辺は多分ね、まだちょっとどうにもなんないと思うんで、とりあえず話しかけてみましょう、友達に。お？え？あ、イルカ終わった。はあ、そういうことね。まあまあまあ、まずはシンプルなグリーンのヨッシーから行きましょうか。で、ワールド1。え？ちょっと待って。糸に変身して巻きついてぴょん。どういう原理やそれ。ちょっと待って、わからんぞ。動力源が何なのかよくわかんないんですけど、で、まあこんな感じで毛糸玉がいっぱいあるんですけど、なんかフィールドの形っていうんですか、ステージの形になってるところは侵入できて、でなってないところはまあちょっと今は入れないよっていう感じなんでしょうか。この辺とかはクラフトワールドとかも同じ感じなんかな。まあその辺は次回作に期待しながらなんですけど、で、ねえ、一人で始める登場編みぐるみヨッシー。お、糸になって入った。で、操作的に言うと、あれです、スーファミのねヨッシーアイランド以来なんで結構ね不安はあるんですけど、まあその辺のね操作の練習とかもね兼ねてちょっとねやっていきたいなっていうところではありますので、お、卵じゃないんや。へえ、毛糸になった。で、踏ん張りジャンプはありますか。で、ダッシュはもう普通に歩いてたら、ちょっと待って、長押しで勝手に踏ん張りジャンプになるのか。へえ、で走ってるとなんか足の形変わりましたよね今は。タイヤ、イエーイ、キーン。でもそんなに速くなってる感はないんですよね。で、ヒップドロップ、ヒップドロップじゃねえ、ヒップじゃないっていうか、お腹。わ、すげえ。へえ、かわいいですね。で、なんかビーズみたいなのを集めるとスコアになるのかな。で、これ多分説明教えてくれる人でしょ。パクパクしてる。毛糸玉を作ろう。B で敵を食べてしゃがむと毛糸玉を作れます。まあこの辺はあれですね、従来のヨッシーと同じ操作っていう感じなんですね。で、うわ、ひでえや、今ついさっきまでだって目の前で元気に生きてたヘイホーを糸に変えちゃうってなかなか残酷じゃないですか。で、色も違うんや。へえ。で、あ、投げれる投げれる。で、これ多分押しっぱなしから、あ、押しっぱなし関係なかった。押すとこのモードになって、で、もう一回押すと投げれる。あ、こんな感じなんや。で、うわ、踏んづけてやっつけた。ぶつけたら倒せるっていうわけではないんですけど、まあそういう倒し方ができますよと。で、敵じゃないのも一応飲み込めるんですね。これ何？おおおお、やったぜ。しかもめっちゃでかい玉できた。やった。これめっちゃ強いんちゃん。どうなんどうなんどうなん。試しにちょっとぶつけてみますか。あ、入っちゃった。まあ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 。お、紫、青、うおー、変わんねえ。当たり判定がちょっと大きいのかな、多分。まあ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 。で、こんなもんかな。で、コインを回収。コインなのかな？何なんだろう。ビーズ？わかんないね。で、食べれない。こっちは食べれる。なら、まあ、ヘイホーは。いっぱい食べて、多分あれですよね、その6個ぐらいまでですよね、持てる数おそらくなんですけど。で、あ、早速ヨッシーがいるけど、踏ん張りジャンプ A を押し続けるとしばらく浮かんでいられます。あ、あれなんですね、足でくるくるくるってするんじゃなくて足がプロペラに変わるんか。すごいなヨッシー、進化してんな。で、おー、これで毛糸が、まあでも1個だけじゃダメなのか、5個集めましょうっていう感じですよね、おそらく。で、毛玉を投げる。で、押すとカーソルが動き、もう一度押すと投げれます。で、下で投げるのをやめる、なんでさっきの操作ですね、やめる。で、これで投げる。よし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 。何これ、何これ、何これ。あ、回復した、ありがてえありがてえ、すげえ助かる。で、ここなんか下がありそうなんですけど、下から来るんですかね、もしかして。え、何これ、変わった。あ、これ説明読む前になんかやっちゃったパターンじゃん。
で色は特に関係なさそうなのと、6個やっぱ6つまでみたいですね。なんでまあ持てるだけできれば持っていきたいところであるんですけど、仕組みはよくわかんないぞ。で、卵の補充も欠かせずに、でドスンってすると特に潰れるわけでもない、なんなんでしょうねこの。まあそういうなんか作れる足場で、うわー食べた食べた食べた、おっきい卵をやったぜ。卵ちゃんは毛糸玉で、あ危ない、上にお花があるんですけどダメか。じゃあまあまあまあ、おそらく後々取れるのかな。で下は何もできなかったんで、まあまずは行けるところを目指しましょうか。で、あ、いてるいてる、え？ダメ？ダメっすか？ダメっすね。ちょっと待って。押せる？すげえ。こんな風になってんのか。へえ、こんな仕組みもあんねや。で、押してないと押し返されちゃうって。まあ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 。あれですね。まあ、物はずっと押しっぱなしにできないんで。で、何これ？中間地点かな？やったぜ。で、回復して。で、ただ、左のお花が気になったんで、ちょっと行きましょうか。えい。おー、これ届く？頑張れ！よーしよ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 し。その後、その後よ。ふっ、いけ、よっしゃ。あ、で、これは食べるとペペペペペペってして、おっきい卵に、おっきい卵っていうか玉に変わる。で、お花も3つ目ゲットと、順調なんじゃないですか、これもしかして。油断しすぎ？そんなことない？で、土管はまあ入りましょうか。で、下の世界に入ると、お、これ押せる？あれ押せない。お、ああ食べるやつか。オッケーオッケーオッケー。食べてしまって、あ、これも食べるのね。でするとここが通れるんで、はて、何ぶつけちゃ、あ当たり判定が大きすぎてちょっと、あの、痛い、ちょっと待って、やめて。これこっちから入ることってできる？できへんか、さすがに。でただあれですよね、あそこの左ちょっと気になるところはあったんですけど、どっか入れるとこありましたっけ？で、おっきい玉で、あ、こっちもおっきいやつ使っちゃうよ。惜しみなく。で、回復はありがたい。で、こっちもぶつけちゃう。お？なにこれ？プレゼントや。やった、ありがとう。誕生日プレゼントですか？収録日が、ね、誕生日前日っていうね。何やってんだよこいつみたいなところはあるんですけど、まあ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 、やっぱね、あの、僕といえばゲームみたいなところがねあるんでね、悔いはないですよ別に。で、卵はできるだけ補充して、で踏ん張って、でここ土管って、あれ、幹と一緒でしたっけ？一緒か、一緒やな、一緒ですね。なんで、大ジャンでポンと、オッケーで帰りましょう。で、バックもあれなんですね、毛糸なんや。すげえ世界観が。あー、濃厚。ヘイホーは食べちゃう。踏んだ場合は、あ、死んだ。無益な殺生を今完全にしてしまいましたよね。で、これはおそらくぶつけるんですよね。あら、ちょっと待って。今、オッケー。ちょっと怪しかったよね、判定が。優しかった、若干。外したかなみたいな高さやったもんね。で、お花が咲いたよね。チラッ、へん。相変わらずこの上向くアクションはあるんですね。へん。いいっすね、なんか、デザイン的には64のヨッシーにちょっと近いような気がせんでもないのかな。なんかそんな感じはするんですけど。で、ここで玉を補充して、もう一個出せるかな？出せないか。あれ？どうする？お、なんか出た。ああ、そういう隠しもあんのか。へえ、お花咲いた。やったぜ、こっちもお花。あ、ヘイホーが出てきた。あれなんですね、お花もお花で、ピンクのお花と、ひまわりみたいなお花と、
2種類あんねや。へえ、デザイン違いいいね。いた、うえー、ちょっと待って、食らっちゃったよ、食らっちゃったよ。ちょっとっていうか右なんもなくね。大丈夫大丈夫。あ、あるね、足場ある。でここはこの透過ができないんでジャンプして降りる。で、そこの兵法が気になるんで先にやっつけちゃう。あ、ていうかそんな巻きつくんや、ぶつけると。これなんかあれなんですかね、使いようがあったりするんですかね。で、なんかビーズがいっぱい出てきた。でハンコがまた手に入ったみたいですが、でここ開けれるんか。おお、いいね。おっきいおっきい玉ってなんかワクワクしますよね。あのなんかちょっと強いやつ手に入れた気分になるんで嬉しいですよね。で言うてる間に4つ毛糸が集まったんですけど、危な、え、上、え、上、え、上に何があるっていうんでしょうかね。まあこういう時は、おおおお、そこか。何これ。あー、つるが伸びた。またしても今度はレッドのお花が咲いて、おっきいねおっきいね。こんなもんか、こんなもんっすね。一緒ぐらいっすよね。あ、でもちょっと大きいですね。一段広いのか。へえ、すげえ。だって左のお花が2段3段3段ありますね。3段あるが、まあ、右のお花も3段なんですけど、端っこだけ4段になっていると。おお、1234とですよね。やっぱりなんか序列みたいなんがあるんでしょうかね。でね、ビーズを回収して、でそろそろ、あ、でもそっか、まだ毛糸が1個残ってますもんね。え、あら、ちょっと待って、見逃した、マジで。心当たりがなさすぎる。ちょっと編集のムーポンに探してもらいましょうか。ということでまずはゴールと、でこれタイミングで、あ、お花取れてる、やったぜ。しっかりと回収して、お花は全部集まった、もしかして。どう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 、あ、ボーナスゲームできる、イエーイ。何ができんの、ボーナスって。コースリザルトで、お花が1234、あら、全部じゃなかった。で毛糸も、あ、毛糸は全部か。 OKOKOK、 じゃあ取りこぼしじゃないんですね。ただお花があと半個ですよね。で、体力は満タンでクリアと。まあ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 、上々じゃないですか、最初にしては。で、ボーナスゲームか、やっていきましょう。ワクワクしますよね、ボーナスっていう響き、嬉しいです。え、ちょっと待って、時間制限あんの。おー、あー、なるほどね。これでピョーンってして、ピョーンってして、で回収すると、あー、続きが出る。ちょっと待って、ちょっと待って、時間足んないよそれ。あー、そんなせかさないで。あー、うそ。3つ取れなかった、悔しい。これ何がもらえるんですかね、ビーズ。あ、っていうか、あのステージクリアまでに集めたなんか、あのビーズよりも、あのクリア後のビーズが3倍ぐらいあるって、なんかちょっと格差激しすぎませんか。まあボーナスっすよね、やっぱボーナスといえばね、太っ腹でないとやっぱね、あのどうにもなんないんで、これぞボーナスって感じしますよね。で、とりあえず1の1はクリアして、コーススキップのパワーバッジもらったよ。このバッジはエンジョイモードで使えます、よくわかんないや。お、で、集めたんで復活する、大丈夫。ああ、どういう仕組み、あ、カラフル。すごい、なんかフラワーヨッシー、あー、なるほどね。なんか、あ、ほっぺたがお花みたいになってんのか。へー、すげー。で、ヨッシールームがクラフトアイランドにできたよと。なんで一旦ちょっと戻ってみ、あ、そこにいるの、もしかして。あ、次のステージ出ましたね。で、こっちのヨッシーは、あ、交代と。お花ヨッシー使ってみましょうか、フラワーヨッシー。すごい柄。これもうちょっとズームで見れたりせえへんかな、さすがにできへんか。あー、なるほどね。で、これセーブとかどうすんやろ、タイトルに戻るとかしたらどうなっちゃうんでしょうね。
ワールドは集めたものを確認したり、あ、移動もできるんや。へえ、すげえ。結構あれですよね、お手軽になってるんですね。ということで、まあひとまずね、ヨッシーのウールワールド、ちょっとね、まあ操作懐かしみながらやってきたんですけど、またね、しばらくヨッシーね、お世話になると思うんで、これからもよろしくお願いします。では、また次回でお会いしましょう。またね。